どうも皆さんこんにちは、シリックワールドです。2023年第1回シリックワールドオフ会パート3ですね。今回は最初の日の夜ご飯とホテルと、2日目ですね、これを今回この動画にしましたのでご紹介したいと思います。1個は大きいね。ちぎるか。切ろうか。うまいね。やっぱお肉は美味しいね。はい、お久しぶりです。あ、今4枚何で来たんけど、一応お酒になってめっちゃでかい。大きいね。でかいね。あ、一応やめとくけど、やめてし、あの、食べに行くから4枚お願いします。え、ちょっと待って、いい感じの焼き目が出て。おこれ左右にタレがあると思うんですけど、左の方のタレが何だったっけな、レモンかな、レモンみたいな、なんかああいう感じのやつありますよね。で、右の方は普通の焼肉のタレですね。どっちもすごく美味しかったですね。おお、いい感じやん。ラストオーダーまであと13分あるから。もうそんな、もういいかな、これは。なんか色がすごいよね。白いよね、なんかいい感じになるね。こう丸まっていくか。どんくらい焼けばいいかね。どうだろう。じゃあ俺もこれでラッあの、今これナレーションがちょうどご飯食べ終わった後なんで、別に確かになんか美味しそうだなと思うんですけど今そこまで食感がないの、食感っていうか、その食欲がないので、まあ飯テロですよね。虫が頑張ってエビの殻を剥いてくれています。これで全部食べ終わりましたかね。それでは名古屋の中心地である栄に行きましょうか。栄の夜景ですよ。あ、こっちだね。どっち？名古屋方面？あ、すごい、曲線描いてる。あ、書いてあるね、栄。
なんかね、さっきの路線は違ったっぽいんですよね。これからあの今池という駅にいるんですけどね、から栄に行くには東山線っていう地下鉄に乗らなきゃいけないんですけどね。これ何下？どっちも下じゃん。ああ、そっか。バカじゃん、俺。女性専用車両なんかあるんですね。初めて知りました。が栄ですね。やっぱ人が多かったです。ありがとうございました。栄です。あるじゃん。おお。モアシス二十一。謎の二十一。二十一ってなんなんかね。おお、すごいね。ちょうど雨止んでよかったね。実はさっきまでまあ、ちょびっとなんですけどね、雨が降ってたんですよね。まあでもこの頃になるともう止んでたので。これがあの例の宇宙船。おお。すごいね。お、びっくりした。急になんかモコッとするなって思ったら。びっくりした。下降りれるんかな。下でなんかマスク。
ああこんな感じだったんだね。ほんまじゃ水が何を思って水を通そうとしたんだ。すごいな。階段かエレベーター。小笠栄か中部電力パワーグリッドそっか、ここら辺は中部電力なのか。夏になるとさ、氷じゃなくて、なんかちょっと特殊なやつを引いてスケートができるんだけど。へえ。広島でいうとパルコみたいな感じかな。なんかだいたい集合場所にされがちな。ああ、すごいな。観覧車あるよ。観覧車？うん、あそこ。うん、あ、本当だ。あ、綺麗。ドンキホーテがある。あれドンキホーテの観覧車？いや、違う。なんかね、いろいろあるっていう。え？すごい盛り上がった。うん。もうスロープになってる。ちゃんとバリアフリーに対応してる。あー、すごい。でもなんか下で食べたりできるんだね。フードコートみたいな。あ、そうなんだね。へぇ、アニメのなんか使ったりとかも。アニメと、うん、トイレないかな。ちょっとトイレ行きたいね。あ、あるある。ドアラ、ドアラ。この1994って何なんだろうね。お前ね、何だったっけ。スライリーの方が身長高いし、しないけど。あ、でも ドアラも結構た、ドアラか、ドアラもさ、うん、結構身長高い気がする。どんな会ったことないかわからんけど。あ、そうなん、うん、え、俺ドアラに会ったことない。何言ってんすかね。でも、まあ、でも大体映像で見て、あ、なんか身長高そうだなっていうのは。あ、これすごいね。落ちてきたら相当大変なことになるね。まあ、そう簡単に落ちないようにはなってるだろうけど。すごいなだってね、大きさがすごいよね。宇宙船があるだけかと思ってた。この4本で支えてんのが。すごいね。作るの大変だっただろう。すげえ。すげえ。じゃんじゃ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 んじゃらじゃじゃんじゃらじゃ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 。まあとりあえず栄のオアシス21は見たことですし、そろそろホテルに行きましょうか。とりあえず俺とイムシがこれから行く先は別々なので、とりあえずここで今日はお別れして、また明日に備えようという感じですね。これからまた名古屋駅に行きます。 JR のセントラルタワー見えるかな。これですね。撮影してる場合じゃないんだけどね。ホテル行かないと間に合わない。お、青に光ってる。そう、これだけは これを見るためにここまで来たんですよ。わざわざ入場券買って。やばい。普通にホテル間に合わん。今回は511番ですね。これですね。大丈夫です。合ってますね。これで大丈夫ですかね。
着きましたね。わあすごい、これすごいですね。おお、コンセントついてますね。この USB タイプのものと AC アダプター、 AC アダプターですね、 AC アダプターのもの。なんか今光ったな、なんかいろいろついてますね。今回一人の旅行、まあホテル宿泊っていうのは初めてなので、よいしょ、土足で登っちゃったけど、ふわふわだ。スリッパ、足を入れてて使いやすい。ホテルでの宿泊というのは初めてなので、ちょっと、まあ、とりあえず荷物置きましょう。よいしょ、この窓ありますけどね、どんな景色なんですかね、見れるんですかね。これね、教会とかないんだね。まあその特にいい景色ではないですけどね。まあ気になるお風呂のところも見ていきましょうか。開けてみましょうか。あ、引くんだね。はあ、これスイッチどこだ。これかな、バスルームって書いてある、これだね。よいしょ、これがトイレと、そう、一体になってるやつですね。まあでも浴槽があるんでね。ああなるほどね。あ、でもちゃんとシャワーもついてありますね。まあ当たり前ですけどね、ついて。すごいねこれ、日本語、英語、これなんだろう、中国語かな、中国語と、これね、ハングル文字、韓国語ですね。この使用方法の方っていう字がなんかちょっと違う気がするんですけど、気のせいですかね。バスルームはまあ後でまた使わせていただくとしてですね。アミュニティ取ってないような気がするけど。はい、じゃあとりあえずこのホテルについてざっくり解説していきますね。ちょっと眠いんで。疲れてるんで、まあ、ざっくり解説していきます。まずこのホテルは、ビアイン名古屋駅前、これは椿町って読むんですかね、ですね、のホテルに泊まっています。1人1名での、シングルルーム、喫煙じゃないですね、禁煙の、部屋に泊まっています。まあ、シングルにしては結構広いんじゃないですかね。さっき見ましたが、このベッドルームじゃないですね。頭おかしいですね。このトイレと、まあ、先ほどシャワー浴びたので、シャワー浴びてるので、あれなんですけど、ちょっと汚いんで後で畳んでおきますけどね。まあ、ここがトイレと、まあ、よくありますね。トイレと風呂が一体化しているところですね。あと洗面台も一体化しているところ。このね、バスルームってなってるんですかね。で、ここら辺が照明、これがバスルーム、さっきのところの照明ですね。はい、これを、これね、こうやって明るくしたり暗くしたりできます。で、これなんだろうね、これはこれをダイヤル回していったら、あれ特に何も起こらないね。これがエントランス、ベッドルーム、ナイトランプ。エントランスはここですね。これが、あそこエントランス。まあ、玄関ですね。玄関の、明かりを調節できるやつですね。で、ベッドルームがここかな。そうですね、ここですね。と、ナイトランプ。これ何ですかね、ナイトランプって。ああ、ついた。ナイトランプってなんだ？あ、ここか。この真上のやつですね。で、こちら、AC アダプターかな、コンセント、15アンペア、125ボルト。なんか押してしまった。
ですねが使えます。でこちらもう一個 USB での充電もできますね。でこれ時計がありますね。この時計すごいんですよ。まあアナログなんですけどね、この時計秒針がちょっとずつこのカクカクしてるんじゃなくて滑らかに動いてるんですね。これあんま見ないですよね。わかんないです。私だけが見ないだけなのかもしれないですけどね。ちょっと行きましょう。これがまあ、エアコンの設定、温度設定ですね。で、こちらに大きなテレビがありますね。で、フリー Wi-Fi が使えるそうですね。便利ですね。で、リモコンがあって、ここにもありますね。コンセント。で、これが HDMI ですね。まあ、何に使うかちょっとよくわからないんですけど。これが空気清浄機かな。で、鏡がありますね。で、カーテン。まあ、ここら辺ちょっと汚いんですけども。まあ、ベッドがこんな感じですね。ものすごい広いですね。広い。いや、シングルなのにこんな広いので、あんまり、あれですよね。なんかちょっと贅沢な気分ですよね。あんまホテル行ったことないんで。まあ、実際ね、シングルで割と広い方だとは、わからないから言えないんですけど、まあ、個人的にはすごい、一人なのにこんななんかね、なんていうの、横幅が、ね、長い、ね、こんな贅沢なベッドを使うことができるなんて、私は幸せですよ。で、これが、デスク。この机のところですね。この汚い、私が汚してる机の上の、電球ですかね。を、明るくしたり、暗くしたりすることができます。あと、ハンガーのかけたり。あれ、なんですかね。なんか、換気扇ですかね。まあ、換気も必要ですからね。まあ、あとは、この、木目調の、この、何ですか、この、おしゃれなね。まあ、このテレビの柱といいますかね。柱といいますか。そういう感じの美しいデザインをしていますね。で、まあ、ちょっとベッドで他にも触れておきたいことがあるんですね。こちら、この、なんか、これ、何なんかなって思ったんですけど、多分私の憶測では、なんていうんですか、ベッドでね、寝相が悪い人が、こうやってバーンって壁にぶつかってしまったら、隣の、何ですか、隣に泊まっている、方にも迷惑ですし、何より自分が痛めてしまうっていう、ことが、あるかなって思ってるので、こういうクッションを置いてあげることで、そういうことを防げるのかなって、勝手に思ってます。まあ、そうなんだと思うんですけどね。まあ、憶測です。あと、椅子ですね。この椅子いいですね。私の家にあるで、デスクにある椅子より全然格が違います。素晴らしい。あとは、これね、電気ポットありますね。と、グラスって、この、グラスってかな、この、あ、これね、このコップか。と、下に引くやつね。名前忘れちゃったけど。で、これ、あ、すごい、ティッシュだ。あ、長方形じゃ正方形だね。で、じゃ三角にしてありますね。丁寧ですね。これね、まあ、木じゃないですよ。さすがに木じゃないんですけど、多分プラスチックじゃないかな。多分木じゃないと思うけど、木だったらすいませんね。で、ここ冷蔵庫ですね。冷蔵庫先ほど入れておきました。この電源を入れないと、冷蔵庫っていうのは機能しませんので、気をつけてください。お水と麦茶ね、入れておきました。そんな感じですかね。あとこれ、なんですかね、これ。あ、なるほど。なんか、ちょっと待ってくださいね。これを、まず、広いところに持っていくじゃないですか。これを広げることによって、座れるんですね。ほんとかな？ちょっとわかんないな。え、これ何？座るもの？なんだろうね。ちょっとやめておきます。はい、元の場所におとなしく戻しておきましょう。ね、何も知らない奴がね、こんな偉そうに言うなっていう感じですけどね。多分そういうことを物語ってる、ものなんでしょうね。知らない奴が、ね、初めてこのホテルに来たくせに偉そうに説明すんなみたいな、なんかそういうことを思ってるのかもしれませんね。はい。今回泊まってるのは511番ですね。511。ですね。まあそんな感じかな。まああと、お風呂には、あらかじめ、バスタオル、多分足を拭くやつと、何だったっけな、手洗うやつのね、3つのタオルがありまして、なので、歯ブラシとかは、1
カレーだったかな、ちょっと取り忘れてるんでわからないんですけど、あのアメニティとかはですね、あの何ていうんですか、もう自分で取ってから行くみたいな、そういうシステムになっているので、ビアインはこれなんだ、え、何これ、あ、常備とあの多分災害なんか停電とかした時のためですかね。はい、まあ、こちらかね、あのお土産もいろいろもらいました。こちらはまあ自分で買ったものですかね。これはあのシャチホコのあの醤油を入れるやつで、これはあのもらったんですけどね、ドラゴンズ、まあ名古屋といえば、愛知といえば中日ドラゴンズですから、ドラーマンジュ、まあ、あの皆さんご存知だと思うんですけど、私広島の人間なんですよね。この広島の、ね、人間に対してこの中日の、なんですか、あのお土産をもらうというのは果たしていかがなものだろうかって、あの勝手に思ってるんですけど、まあでもありがたいですよね、感謝してます、ありがとうございます、ね、なんだこいつ、何こいつ、のんきに寝転がって、ピースじゃないわ、ピースじゃない、こいつグッドでもないな、何この 1?ちょっとよくわからないですね。何を考えてるかわからないですけど、まあこの中日ドラゴンズのマスコットキャラクターであるドラーっていうのをね、可愛がってあげましょうね。あとはチキンラーメン、まあ、これはあの私のものですね。はい、まあ簡単に説明したのはこんな感じですかね。まあもうあのもう疲れたんで、あの寝させてください。はいはい、おやすみです。おやすみ様、おやすみ様じゃないです。おやすみなさいですね。まああのまた明日ですね。明日というかあのまあ次回は一応予定では。あのディニアの博物館に行く予定ですので、まあ皆さん乞うご期待ということで、はいはい、寝ます、おやすみなさい。おはようございます。ただいまの時刻は8時10分ですね、ホテルを出る支度が整えましたので、ホテルを出て名古屋駅、まああのまあある程度時間があるので名古屋駅に行って、まあちょっと名駅を観察したいなって思ってますね。で外見たら雨降ってるのでちょっとめんどくさいんですけど、まあとりあえず名古屋駅まで行きたいと思いますね。じゃあこのお部屋にもお別れを告げなければならない時がやってきたということでね。まああの布団畳んでなくてすごくなんか礼儀がなってないんですけど、そこら辺は許してください。出発するんだ。これ何？これ博多行き？博多行きかな？姫路止まりの望みらしいですね、これは。JR 名古屋駅。今日で最後か。もう止まってるじゃん。315系。やっぱなんか青いよね。なんだこの青いやつ。名古屋駅といえばこのレールの。青く光ってるこういうやつが名物みたいなことを勝手に思ってます。おー、出発しましたね。あれは何でしょう、313系ですね。3両編成とかあるんだね。はぁ、6両か、広島と一緒だね。お、かわいい。構造寺、
なんか JR 東海の在来線って JR 西日本のものと比べたらなんか雰囲気が違うんですよね。なんか合金っぽいっていうか、なんかアルミっぽいっていうか、雰囲気が違うんですよね。全然違う。あれ青波線って書いてあります。あれがあの今日乗る青波線のホームなのかな。早い。すごいね。1,2,3,4,5,8両ね。多分名古屋って最大編成数10両だった気がするんですけど、どうですかね。こっち見てみたら N700S、 先ほどの N700S が、あ、違うの、さっきのやつとはまた違うのか、止まってますね。 N700S Supreme 14光、あれか、光号だね。光号あれだね、東京行き。昨日のぞみ号で広島から乗ってきた番線に止まってるやつですね。こうやって在来線と、なんて言うんだろう、フラットに接続というか、まあそうなんですけど、フラットにこうやって線路が並んでるっていうのがもう不思議ですね。広島ではもう見られないですね。見ることのできない光景なんですね。しっかりこの目で、名古屋、広島に帰る前に見ておこうと思います。おもくれやん、忙しいね。お、特急。これ何？キハ 85？ キハじゃないか、クモハか。キハはあれ HC だもん。おお、すごい逆向きになってる。おお、お、広島では見られないまた違う機関車が貨物を牽引していますね。まあ、見られるかもしれないけど、あんま見たことない。大体広島に走ってるのは EF210 の大体桃太郎って書かれてる青いやつなんですけど、忙しいね。すごいなぁ。 85系、 HC85 系だっけな、こいつ何だったっけ、あのハイブリッドカー、 HC がハイブリッドカーの略だったかな、の85系ですよね。特急、あれ何だったっけな、シナノか、いや、ヒラだった気がする。特急ヒラ、すごいな。新幹線のこのダイヤ、やっぱこのラッシュのダイヤですね。日曜とはいえどというか、日曜だからこそダイヤが本、まあ本気じゃないんでしょうけど、すごいですね。もうさっき光号が発車したばかりなのに同じ番線にまた違うやつ、のぞみですね、のぞみ号が入ってくるという、 JR 東海の本拠地であるこの名古屋で見ることができるこの光景、もう JR 東海のね、もう本拠地ですもんね、名古屋なんか。まあ、これも N700S なんだね。今日私が帰る時に乗る予定である、新幹線は、ですね、普通の N700系なんですよね。まあラージ A かスモール A かはわからないんですけど、多分普通のN700系です。S ではなかったはずです。まあ言えば、まあ私の常識で言えば、まあ通常の新幹線っていう感覚ですね。あれシナノじゃない？なんだろう、ちょっとあんま名古屋圏の特急はよくわからないけど、長野とか行くやつかな多分。おお、かわいい。中津川、ちょうどさっき到着した300
10番線に到着した313系がさらに奥からも来てます。難しいね。みんなオレンジだね。さすが JR 東海本拠地、まあ、本拠地というかね、 JR 東海のイメージカラーがオレンジなんで、そういうことなんでしょうけど。今35分か。もうすごいすごいレアなものを見つけてしまいました。あれ石器紙なんて読むんだろうね。ちょっと読み方わからないですけど、多分あれってあれですよね、あれなんですよって日本語になってないんですけど、多分あれですね、関西線の上り列車の信号機っていう意味ですよね。あっちもありますね。あの今度はあの席下本って書いて、多分これ下りなんでしょうね。関西本線、関西に行けば大和路快速、まあ、大和路線となるあの路線ですよね。天王寺じゃない、JR ナンバーかな、 JR ナンバーから名古屋までを結ぶ鴨ら辺からかな、鴨までが確か大和路だった気がする。おお、え、なんだこいつ、え、何こいつ、え、見たことない、なんだあいつ、なんか311系みたいな顔してたけど、名古屋って書いてあるんですけどね、こっちです。今のやつ見たことないぞ。なんだあいつ。名古屋について、まあ軽くは調べてみたんですけど、見たことないな。これなんだ、これは中央本線ってことだよね。中央本線のあの中央本線、中央線のあの臨海って書いてあるね。臨海、臨港書いてある。ちょっとよくわからない。こっち東は多分東海道線だよね。え、あの奥に止まってるやつはサンダーバードだよね。サンダーバードっていうか681系、681系って名古屋にも乗り入れてんの。え、そうなの。あ、だから昨日いたのか681系。おお、さすが高級な特急、すごい。座席がちゃんとして新幹線みたい。 N700 系と座席が似てるような気がしなくもないんですけど、違う番線。サンダーバード見てみたい。サンダーバードって言っちゃうけど、まあ、実際には6パー1、6パー3なんですけどね。あ、もう行っちゃったかな。新快速じゃないよね、在来線、まあ、在来線だけど。おお、315系と N700 系持ってるじゃありませんか。ニューラピートサービス大垣、あ、特別快速とかあるんだね。広島ないからね、まあ、大体広島ってあの何だったっけ、普通か快速かだから。すごいよね、新快速、区間快速、特別快速いっぱいあるね。あ、白鷺だね、サンダーバードじゃない、サンダーバードは北陸だもん。6パー1系で JR 西日本の車両だよね。ご乗車ください。おウエストジャパン。おお、6パー3の顔だ。おお、すごいな。6パー1だね、これ6パー1と6パー3の違いがよくわからんけど、白鷺。特急の名前はマックで、行き先は LED 表示なんだね。指定席、グリーン車、今のグリーン車だったもんね。なんか新幹線っぽい感じですよね。あの新幹線と在来線は、今在来線だけど、普通 の在来線の電車を足して2で割った感じですよね。なんかこれ指定席か、指定席、え、これさ全部指定席じゃないの。こういう特急列車って自由席あるの、乗ったことないわからない。レスシー、これもあれ、ね、指
定席だよね。指定席。あ、金沢まで行く。金沢。え、どういうルートで行くんだろう。米原から北陸。え、米原から北陸線に、なんて言うんだろう。乗り換えてというか北陸線を使って金沢まで行くってことかな。でもそうだよね、 JR 西日本車両ですよね。そういうことだよ。681系の面白い特徴は前と後ろで顔が違うところ。さっき見た顔はね、可愛らしい感じだったんですけどね。こっちが正面っていうんですかね、どっちが正面でどっちが背面なのかわからないですけど、いかついですよね、かっこいいですね。この貫通扉があって、まあ言えばニッパー号みたいな感じですよね。サンライズの貫通扉がついてる特急列車っていうのは、まあサンライズもそうですけどね、 JR 西日本って感じですね。で、行きましょうか。お、動き出した。お、211系、あ、あれ新快速なんだね。新快速、特別快速、特快か。お、制限50の制限表示がこんなところに。名古屋面白いな。あ、さっきの特急飛騨の車両、HC85系も出発したんだね。あ、ここにも制限、ここら辺にも制限50の看板あるんですね。あ、すごい青いね、すごいね。あ、これ夜だけかと思ったけど朝もあるんだね。お昼も青く光ってるのかな。なんなんだろうね、なんで青く光ってるんだろうね。おー、この上がとんでもないことになってるんですよね。うわ、おー、高い。うわ、すごいね。313系、0番台かな。おお、すごい高いな。セントラルタワー。おすごい特徴的な、はい、めちゃくちゃ中途半端なところではあるんですけども、本日の動画はここまでです。次回はリニア鉄道博物館に行ってみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。